西口駅舎箱根ヶ崎駅は東京都西多摩郡水戸町大和箱根ヶ崎にある東日本旅客鉄道八高線の駅である。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。なお、京上駅舎は将来の二面四線化を考慮した施設になっている。ホームと改札の間を連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。 待合室はホーム階段下にあり、エアコンが設置されている。また、出入り口とコンコースを連絡するエスカレーターエレベーターも設置されている。改札は一つのみで、改札を内から外へ抜けて、左側が東口、右側が西口である。東口のエスカレーター付近に交番がある。自転車等駐輪場は、有料のものが東口と西口に設置されている。 東出口の北側には自転車駐輪場に直結する出入り口が設置されている。改札内には水保町の特産品や観光についての紹介コーナーがある。廃島駅管理の業務委託駅。改札外コンコースには自動改札機が3台、指定席券売機が1台、自動券売機が2台設置されている。改札内には自動生産機が1台あるほか トイレも設置されている。トイレは改札内の他にも、駅の外、ちょうど東西の自由通路下に、水穂町管理の公衆トイレが併設されている。コンコースの天井からは、町民税の納期を知らせる幕が常時ぶら下がっている。選挙期間中はコンコースで演説をする候補者の姿を見ることもある。かつては、緑の窓口も営業していたが、2010年2月28日を、 持って閉鎖された2020年2月現在友人改札及び自動券売機の営業時間は10時40分から18時50分となっている自動券売機が稼働していない時間帯では乗車券が購入できないためシャッターが降りている券売機近くに設置されている乗車証明発行機のボタンを押して乗車証明を受け取って改札を通過して乗車し 校舎駅の有人改札で乗車証明を差し出して料金を生産する。駅によって生産に1、2分ほどかかる場合があるので急いでいる場合は注意を要する。校舎駅が無人の場合は改札に乗車券回収箱が設置されているので乗車証明と運賃を投入して改札を抜ければよいが釣り線はないのであらかじめ運賃と同額の小銭や 紙幣を用意しておくことが望ましい。2004年に、京場駅舎が暫定供用されるまでは、駅東側に木造駅舎があり、ホームとの間は、露天の古戦橋で連絡していた。木造駅舎時代は、自動改札機と自動生産機は設置されておらず、スイカサービス開始以降、簡易スイカ改札機が設置されていた。乗り場は、 旧駅本屋のあった東口側を一番線として以下の通りとなる。2019年度の1日平均乗車人員は4384人である。JR 東日本及び東京都統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。東側は江戸時代の宿場町箱根ヶ崎宿であり、 現在も南北を新旧大梅街道、東西を新旧国道16号と幹線道路に囲まれている。すぐ南側に横田基地があり、周辺には防衛省の管理する国有地が点在する。東口は都道166号に面し、住宅街と古くからの商店街がある。 東京環状の東側を南北に通りずるちょうど4号線がかつての日光脇王冠である。西口は2000年頃から再開発が進み、乗車人員も増加した。さらに、羽村街道の延伸により、2013年10月11日に新大梅街道、国道16号と接続された。周辺には高校が点在しているため、生徒の利用も多い。 二番乗り場三番乗り場と A、梅七十系統は、上記以外のバスは以外は、大梅街道上の箱根ヶ崎三丁目、または箱根ヶ崎バス停を利用する。二番乗り場あたり駅には、武州鉄道や西武鉄道などによるいくつかの新線、規制線の延伸計画が持ち上がったが、すべて計画のみで、建設には至らなかった。上北大駅から東駅まで、 玉都市モノレールの延伸が計画されている。1992年には東京都が事業化すべき路線に、2002年には国の運輸政策審議会で整備推進すべき路線とされたが、これまで具体的な計画には至っていなかった。しかし、2020年1月23日、東京都は上北大箱根笠期間の延伸事業に着手する。 ことを正式に発表した。開業時期は未定だが、2032年頃を目指しており、新たに7駅が設置される予定。建設費は約800億円と試算されている。駅の北側に八甲線用の車両基地を建設する計画がある。すでに用地買収も行われており、JR 東日本の計画にも箱根ヶ崎電車区と記載されている。八高線。 川越線で運用されている川越車両センター配置編成にも箱根ヶ崎の行き先表示がある。2019年時点では工事が行われていない。かつては中央線快速で運用されていた201系にも箱根ヶ崎の行き先表示が用意されていた。2008年3月15日のダイヤ改正で中央線快速の東京発箱根ヶ崎 武蔵五日市業が一本新設されたが、この時に201系は分割運用から離脱し、E233 系による運用となったため、201系は2006年11月に、豊田電車区で開催されたイベントなどで、使用実績があったものの、営業に使用したことは一度もなかった。車両基地の建設計画と同時に、灰島東伏星間の複線化のための用地も一部で、 確保されており、その部分に緑色の囲いが設置されている。注釈区点広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。